はい、到着しました。ちょっと取材してみましょうかね、どんな状況か。入り口からちょっと取材しましょう。あとこの奥にね、こういう古墳があるんですよ。古墳がね、あとは回りますけどね、先にこれをちょっと、ここをちょっとね、これ25号線でございます。なんでもういっぱいやって、よう入れると思うよな。今いっぱい入ると思う。まだ開いてたけどね、なんか。はい、じゃあちょっと行ってみましょうかね。満車が入れない言うてる。観光駐車場どこあるんだよな。奈良ね。奈良、あ、書いてないか。奈良歴史芸術文化村でございます。この建物なんだ。あ、そうなんだ。奈良芸術文化村。あ、あの地図見た方がよかったんだ。あ、こっちあるんだ。この辺空いてんだけどね。なんだろう。俺止めたんだけど、そこにだから。ここにある。ここにね、地図があんねんけど、一番。野外体験ゾーンってもあんのかいね。文化財修復展示館1階。どこ？一番。現在地。これじゃ分かりにくいね。25号線で入って、これはややこしいよ、これ反対やわ、これ。これね、書き方がね、反対なの、こうすねえかんねんて。いつも思うんだけどね。書いてる人はなんか全然見る人のために何も考えてないからね。これおかしいや、これ。反対向いて、反対向いて、あれが4番だよ。4番。情報発信。あの正面なんだ、じゃあ正面が3番ってことは、こういう2階と2番が、これは2番に芸術文化体験大分かった。はい、分かりました。これはちょっとね、地図の書き方がおかしいです、ものすごい。ちょっとあと書いてないね。大体おおむね日本は走ってますわ、おおむね。ここは文化展示館。展示館。撮影不可か。そうですね。施設内はちょっと申し訳ない。理由は？字もちょっとダメになってる。理由は？はい。理由は何の理由？理由はちょっとわしらは奈良市か。いや、私は山添村。山添村、ご存じないかもしれませんけど、大きな石があるとこやな。山当てるよ、ちゃんと。はい、な、いや、まあでもそれに親しんでいただきましょうっていうのが一番の、あがあがコンセプトなんで。まあ今がいいから、昼からいいからええけど、うん、まあ、テレビでガンガンやってはるから見に来たけど、見る全然やんか、こんなもん。また次の展示は観音様の展示ありますので。それ、観音様は俺古墳やね。から今古墳の埴輪地下にあったんだけど、知れてるだから。すごいと思います、ね。だから古墳だから、飛鳥時代、古墳から飛鳥時代までやから基本な。だから奈良回ってんだけど。ございました。あかんかって、撮影禁止でございました。はい、ここね、奈良。芸術、歴史芸術文化村やったっけ。これ見てくださいよ、このこれね、おかしいでしょ。そこが25号線通ってますね、そこね。25号線でこうですよ。だからこれ反対にやってくれたら分かんねえけど、全然ダメですよ、これ。はい、あら、車いっぱいや。ほんなら次はどこや。だからこれから見る2号館や。2号館は芸術文化体験と、まあ、そうなんね、2号館。今のところ何やったっけ、芸術村。あ、全然あかんかったね。これは前の池やね、これ。池でございます。あれ、こっちいっぱい空いとるやん、これ。
ここに止めたらいいのにね、車ね。そういう融通が来けへんのやろな。これいっぱいとんのにあっちゅうね。語る文化村、技術文化体験見ねと、体験等がいいんだけどね。ここ入れんの。あ、すんまへん。すんまへん。すごいするね。これ裏で行けてこい。どこあんのかな。あの、なんとか広場じゃない、芝生広場みたいなとこあんだけど見当たらへんかね。2階でございます。2階かなんか見えんのかね。これ何ですか。ガラス細工。これはホテルだ。これはホテルだ。これ一泊ダムイだかな。3万円ぐらいかかるのかな、一泊。今ちょっと安いんだけどね。夕食朝食はないらしいですよ。この文化村、いや、まあこの中を使ってくれいうことでね。これどこのホテルかね。よーし、なんかけど有名なホテルみたいだけどね、これ。ライドのお客様にご案内いたします。これ、こういう賑やかね。あ、これホテルじゃないです。高級品かなんかあるのかな。これ道の駅の売店がね。工芸品。これ工芸品かんですけどね。どうもこの村が芝生広場みたいなのあんねやろけどね。このこと、これなんだこれ。これはなんだ。誰も来てへんけど。こんな駐車場あんのに、こんな開けてくれたけどにね、何考えてんだろうね。ほら、車入ってるやんか、なんか奥、ほら奥。なんで入れてくれないんやんか。意味わからんわ。こんないっぱいとんのに。これちょっと上がってみましょう。これ誰も来てへんねんけど、これなんだここは。モグラ二つの海。これ関係ないな。上がってみよう。古墳みたいになっとるけど、はい。誰も来てませんね、ここ。これ地図で見ると全然この段差があるの見えへんねんけど、どういうことだろうな。あら、これ古墳は形取ってありません、これ。これ。古墳はイメージ的にこれ。これは誰も来てへんってことは。もったいないね、こんなええのに。わあ、眺めいいわ。曇っとるけど、あの二条段とか見えるね。後で横を振ってみましょうかね。見えます、見えます、目視で。ちょっとね、霞がかかっとるけど、もう完全なこれは古墳でございます、形が。はい、公園部に上がってきました。そこに古墳があるんですね。後で回りますけどね。あそこに古墳が。この辺かな。どうやろう。この辺古墳かな。これかな。これかもしれんな。後で回りますよ、この古墳ね。これ、古墳みたいに、これ。
ょっと霞んどるけど、目視では見えるんやけどね、葛城だ、金剛だ、二条だ、みんな見えますわ。三輪さんも分からんから、これ完全な、これも古墳の形をしてますね。誰も分かってきないけど、これちょっと後で調べてみようかね。なんだろうね、これほんまに古墳の形してんだけど、25号線、全然車してない。これ、車いっぱいいとんのに、全然入れてくれへんねんな。いっぱいなのに。この高さやからね、どれくらいあるやろう。高さ25メーターぐらいあるかもしれんな、これ。ははぁ、ここで車回転するってことかね、これ。そういうことやな、これ。ここで車回転しなさいね、これ。まっすぐ来て、ほら。ここに回転してくださいって書いてあるしやろうかね。こんなもん珍しいですね、みんなね。はい。あら。